始まりました、オネスト TV。 皆さん、本日のオネスト TV はトレーニングの時間です。今日の種目は肩甲骨、体の中で、本当に重要な部位になっています。皆さんが毎日続けられるような肩甲骨のトレーニングしていきたいと思います。まずは肩周りリラックスさせて、さあそれでは始まります。少し体を前に倒して斜め45度、手は Y の形、肩甲骨の上の部分を動かす意識です。首を縮めないこと、首をできるだけ長くキープしたまま Y の形を作ってください。次は T の形です。上から見るとこういう形になっています。自分の肩甲骨がしっかりと何かを挟むように縮まっていることを確認しながらやってみてください。はい、一回もう一回リラックス。さあ肩の周りをほぐしてください。手を脱力させて、さあもう一回45度の体勢になって、次は W やっていきます。上から見るとこんな感じ、少しずつ肩甲骨の動かす部分が下に下がってきてます。首が縮こまってませんか。次は L の形、肩甲骨の一番下の部分です。はい、一回リラックス、肩を回して首も回して、さあ緊張をほどいていってください。次は肩周り、そして肩甲骨周りをやっていきます。腕をねじるように、できる限り大きく稼働させるイメージでやってみてください。さあ最後に集大成、ローテーションやっていきます。上に行ってから下、上、下、上、下、肩甲骨をしっかり上から下に動かしていくようなイメージです。上に行った時に首が縮まりやすいのでそこは気をつけて。さあローテーションは長いですよ、あと少し頑張れ。ラスト、お疲れ様でした。今日も一日頑張っていきましょう。